どこにいるかと言いますと、昆明を10時20分発、実際は10時26分に出発したこのバスですね。昆明からこれ元陽と読みます。元陽に行く7時間の行程なんですけども、あと1時間10分20分というところで、まあおそらく事故渋滞ですね。もう毎度事故が多いですわ、中国は。シャングリラから麗江に行くまでも、事故渋滞が、あるいは渋滞にはなってないですけど事故があったし、ハミから敦煌に行くまでも、事故渋滞があってトラックが丸焼けになってましたね。まあここらでの事故というのは脇見とスピードの出しすぎですよね。多分これ1時間ぐらい動かないんじゃないですかね。もうすることないんで事故現場でも見に行ってます。どういうあれですかね。全くこれじゃ予定が立ちませんね。ここですか、その事故の現場っていうのは。いや、これ単に事故じゃなくてから割り込んだという感じですよね。まあ、割り込みも日常茶飯事ですわね。あそこに警察のあれがありますね。もうちょっと早くここ通過しとればこういうあれにもなかったんでしょうけどね。ほらトラックが、トラックとトラック同士の衝突ですか。あちゃー、ほらまあひどいもんですな。もうここにさ鳴らしたってしょうがないだろ。これですよ。まあ大した怪我ないでしょうね、これは。こっちもとばっちりですか。大したじゃないですな、これは。これはひどいですわ、本当に。まあこれはあれですね、車間距離をだいたい取っとらんわけですよね。もうこれだからこっちのバスは嫌なんですよね。ひどいあれですな。もうこりゃ你们弄点呢不要砸。こりゃやばいですわ、これは。那没得事啊，没得事，你们就不要砸嘛。これ。不要砸个。こりゃもうひどい話や。おっと危ない。